こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはジムターン、ジャングルフライト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくジムターン行きました。続いて前へ行くのはブリリアントシャトー、さらにはニューアリーナ、8番マックスメイク、その後ろマルターズストリーム。どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。先手を取ったのはジムターン、白の帽子、ジャングルフライト、その後ろ。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向上面に入ります。前に戻りましょう。ジムターン先手を取りました。すぐ後ろにシリウススクワート、白の帽子、ジャングルフライト、その後ろ。すぐ後ろにブリリアントシャトー、その外からグロリアキネマ、ピンクの帽子、ニューアリーナ、その後ろ。すぐ隣にシーミュージック、内からはポッドシアター。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はジムターン、2番手はシリウススクワート、グロリアキネマ、3番手ムービースター、これはいい位置につけています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ジムターン先頭、あと 200m、 ジムターン先頭だ。しかし後続のシードもなかなかいい。オストローマ抜けた、グロリアキネマ食いつく。オストローマ、オストローマ1着、2着にはどうやらムービースター、勝ったのはオストローマ、見事な勝利です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スタートを決めたのはバックゲーリング、綺麗なスタートを切りました。ソロトワイに前に行きそうです。レイヤスター、それに続いています。さらにはスイートビート、14番ロスキャンドル、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはソロトワイに、その外にアップゲーリング、その外からスイートビート、その外にロスキャンドル、さらにはレイヤスター、並んで11番スパイバージャン、カリビアンヒル、この馬もこのグループ。すぐ隣にアインマシーン、その横にメリーエレン、グリークボード、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はアップゲーリング、スイートビート、ほとんど差がありません。ソロトワイに3番手ロジータ、この位置は果たしてどうでしょう。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はスイートビート、アップゲーリング、その後ろソロトワイに、その後ろロスキャンドル、その後ろ。その隣からはライトピット、内からはスパイバージャン、その外からはメリーエレン、内からはアインマシーン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はスイートビート、スイートビート先頭、残り 200m、 先頭はライトピット、残り 100m、 ライトピット、先頭ロジータ迫る、大外から一気にロジータ、ライトピット、わずかにロジータ体勢優位。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はメインスキーム、あと 200m、 先頭はアンブライドルド、残り 100m、 アンブライドルド先頭、ミスター同時に追いつかります。アンブライドルド、アンブライドルド1着、2着にはどうやらレアリングキス、勝ったのはアンブライドルド、見事な勝利です。Thank you.
ちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グレートコマンダー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。グリーンディオ前に行きそうです。グレートコマンダー、それに続いています。さらにはジョージモナーグ、11番マックスフリート、その後ろアラビアコントールド、後方に控えました。もう一度先頭からグレートコマンダー先手を取りました。グリーンディオそのうちに続いています。その隣にザッツザアイディア、この辺りで各は第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。ジョージモナーグ先手を取りました。すぐ後ろにノーブルアポロ、その外からザッツザアイディア、その外にスピニングハッスル、サーストンローレル、そのうちに続いています。内からはチャンピオンスター、その外から大砲カルダ、オレンジの帽子スクリーンディオン、その後ろすぐ隣にグレートコマンダー、その横にマリックワード、マケデンファイター、後ろからすぐ後ろにアルーリングマリオ、最後方にアラビアコンコルド、各は砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各は第3コーナーのカーブに入ります。ここでスピニングハッスル先頭に変わりました。大砲カルダほとんど差がありません。サーストンローレン3番手、マケデンファイター、これはかなり後ろからの競馬です。後続集団も追い上げにかかります。